愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ、今週のテーマはですね、自分を甘やかす方法というテーマで喋っていこうと思いますのでね、興味ある方はぜひ最後までお付き合いください。でですね、先に事務報告合ってるがあるんですけど、いつもこのねコメント欄とか、まあ、いつも言うようにダラダラジオのコメント欄を全部の動画の中でもきっと一番見てると思うんですよ、自分がね。その中で結構こういうテーマで喋ってくださいっていうのがたまにいただくんですけれども、割とメールでいただくことが多いんですよ。でやっぱそれってクローズドな場所、他の方の目に触れないからっていうところで、やっぱそういう風な方がやっぱりさ相談しやすいじゃないですか。なので Google フォームを作りました。あとこういうテーマで喋ってほしいとか、まあ、相談ですよね、そのダラダラジオで取り上げて OK なね相談とかをフォームの方を作りましたので、概要欄の方からチェックしてもらって、例えばこういうテーマで喋ってほしいとか、こういう相談がありますみたいな、やっぱラジオなのでペンネームを書く欄もありますのでそれも込み込みでぜひね書いていただけたら、もしかしたらダラダラジオで答えていくこともあるかと思いますので、よかったらねそちらの方ご活用ください。で、あともう一個本編行く前にですね、私今なぜか、歯茎の下上と下の下の歯茎がですね痺れてまして、でこれはなんか今に始まったことじゃないんですけど、たまになるんですよ。で割と一晩か二晩寝ればなんか気づいたら治ってるんで、あんま気にしちゃいないんですが、今昨日と今日がちょうどね結構ひどくて、特に夜がひどくてですね、で今これ撮影5月9日の午前1時に今撮り始めてるんですけど、でちょっと喋りながらうってなる瞬間があって、変にこういつも以上に滑舌がね悪いかもしれないんですが、そんなことが起こってるんだと思いながらね聞いてみてくださいということで、まあ、喋っていこうかと思います。ではでは、今週はね自分を甘やかす方法ということなんですけど、まあこれを聞いてくださってる皆さんのね 87% ぐらいの方が自分に厳しく生きてると思います。はい、これは別にダラダラジオを聞いてる人に限らず、割と人はですね、特に日本人はって言ってもいい気がしていて、日本の方って俺も日本人ですけど、はそういう傾向が強いような気がするんですよ。特に学生のうちはね、なんか同じことを友達とか知り合いがやってたらそれを褒めてあげられるのに、自分がやっていると褒めにならない、ダメ出しを探すみたいな、ね、ことって結構起こりがちで、で今週ツイッターとか動画のテーマにもしたんですけど、その起きれただけでポテチ3枚みたいなね話をしたんですよ。であれって俺本気で思ってて、ネタじゃなくてね。そうでもみんなきっと思えないと思うんです、なかなか。でその動画の時にも、みんな今自分自身に得点つけたら何点みたいなちょっと話を振って、コメント欄とかツイッターのリプとかでも得点もらったんですけど、割とやっぱ0点とか1桁だったり100点満点でね方が多くて、まあ、そうなるよなって思ったんです。で俺はもともと多分自分にちょっと厳しいというか、厳しいっていうか理不尽だったんだよね、自分に対して。ひとまず自分を責めておけばいいじゃんみたいな感じで生きてきてしまって、自分が悪いって思ったら楽なんよ。そう、他人を責める方がやっぱり辛いというか、まあ、それでこういざこざが起こるのも怖かったし、だから、まあ、そういう風に生きてきたんですよね。でも割と今自分に俺甘いと思うんです。すごく普通にダラダラするの OK だと思っちゃうし、そういう日もあるよねっつって、はい、例えばゴールデンウィークに入る前までが、その今年2021年になってから1月からその4ヶ月間ぐらい、まあ、本当に、まあ、激務だったんですよね。割と本当バタバタしててずっと、でゴールデンウィークを機に割とスケジュールも余裕があって、今割とまったりしてるんですけど、でまあそれを見て、いやもっと頑張れよって、お前そんなにダラダラしてる場合じゃねえぞって思ってる自分も確かにいるんですよ。ダメだぞそんなんじゃお前は人より才能がねえんだから努力でカバーするしかねえだろうみたいな思ってる自分もいます、今みたいな。それも真実なんですけど、いやいや愛知くんいいんだよ、ここまで一生懸命やってきたんだからちょっとゆっくりしようよ、はい、ポテチポテチみたいな感じの自分もいて、
割とそれを俺は許してしまうんですね。許せるようになったんですよ。でそれに至った、まあ、経緯をね少しみんなに伝えたいなと思って今回このテーマで喋っているんですけど、いろんな方に出会ってきて、もちろん学生だけじゃなくて社会人の方も含めてね、いろんな方と喋らせてもらっていく中で、あ、意外とみんな完璧じゃねえなって思ったんですよ。もちろん、YouTuber にしてもその SNS で活躍されて SNS で活躍してるところを、見れる方、まあ、テレビとかでもそうだね、輝いてる方を見るとさ、やっぱその面がすごい誇張されるというか、影の部分と光を発してる部分、まあ、光があるから影ができるわけなんだけど、表裏一体だからね、光ってる部分にやっぱ目が行くじゃん。光がそのさ、眩しければ眩しいほどその光のとこしか見えないから影の部分で見えなくなるんですけれども、みんなも同世代のさ、例えば SNS とか見てて同じ高校2年生とか中学3年生あ同い年なのに私とこんなに違うみたいな風に思うかもしれないけれど、それはめちゃくちゃキラキラしてる、めちゃめちゃ光ってる部分しか見えないから。でも実はその例えば家ではね、めちゃくちゃダラダラしてるところとか、意外とあ普通なんだみたいな、ダメダメなとこあんだみたいな人がほとんどっす。自分がいろんな人と接してきて、もうなんかね、生粋のスーパーマン、もう全て完璧みたいな人って、まあ、ほぼいないと思ってる。人はやっぱりどこかしら弱さもあるし、甘さもあるしっていう、あ、みんなそうなんだなって思った時に、ずっとなんか自分自身に置き換えるとさ、100点満点でいなきゃいけないなってどっかで思ってたんだよね、きっと。でそれも今こう言われてはってなる方も多分いると思うよ、少なからず。俺はそういうタイプだって、はって、あ、みんな100点じゃなくて、あ、俺もいいかもみたいなね。そうで、そうなった時に俺はすごく気が楽になったのよ。100点じゃなきゃダメだみたいな、99点でもダメだと思ったからね。そう、自分は完璧じゃなきゃいけないみたいな、全然そんなないんだよ要素は。そうだけどそう思ってたから、でそれをまず一個伝えておきたい。なんかこの活動やってるとさ、ハイチってすげえできた人間って、あ、わかんない、まあダラダラジオ聞いてくれてる方って結構コアな方が多い、コアというか自分のことを知ろうと知ってくださってる方が多いから、自分の俺のねダメダメなとことかさ、あの弱っちいとことかも知ってくれてる方も多いと思うんだけど、割と授業動画だけを見てくれてる方とかだとすごいできた人間で、今保護者の方とかも見てくださってるから、もうなんかこんな息子がいたらとかさ言われるのよ結構。いやいや待ってお母様みたいな私相当ダメダメな息子ですよみたいなね、で本当に思っているわけよ。だから、どうしてもね、そうやってできた人間とかさ、キラキラしてる人間に見られてしまうことは多いんだけれども、そうじゃねえんだよっていうところ、でそうじゃなくていいんだよっていう、365日1年間ありますとあるけど、今日は100点だったっていう日はあっても 2,3 日じゃない。あ、分かんないけど、まあ、自己採点の度合いにもよるかもしれないけど、俺は多分本当に 2,3 日しかないと思っている。まあ、もしこれを言ったらね、一日もないわよって方もいると思うんだけど、それでもいいと思うんだよね。100点は取れんって、なかなか自分にこう自信がない子は特にね。だけれど、そのまず甘やかしていいんだっていうのを思っててほしいので、これを言った時におそらく多くの方が思う、それは自分のダメなとこをピックアップするよ。そうね、そう配置は言ってます、あなたはそう言いますけれども、私のダメダメ加減は知らないからそんなことが言えると。私のダメダメ加減を知ったらそんなことは言えないと、もっと頑張れって言うでしょって思ってると思う。いや私は誰にでも言うよ全員に言う。塾講師やってる時にさ、いろんな生徒がいたよ、本当にいろんな生徒がいて、正直はもっと頑張れよっていう方いるよ勉強でも。でもそれでも、いやお前が塾に来てるだけでも、正直もう学校に行ってるだけとか生きてるだけでも、それだけも十分お疲れ様って思うと、本当に思うもんそれ。特に学校は本当に思うそれちょっと話それるんだけどさ、一般企業って有給ってあるんよ、ある有給、まあ、あの給料が発生する休暇ですわ。旅行行く時とか、旅行行く時とかに使うやつよ。俺学校になんで有給休暇っておかしいけど、その休んでいいよっていう制度、1年に何日まではみたいな、
あっていいじゃんって思ってるのよね。まあ、だいたい賛同してもらえないんだけど、これに関しては学校の授業遅れるからとかね、いやいや別に1回休んだけで遅れねえよと思うから、取り戻せればそんなもんみたいな、俺の授業とか見とけみたいな思ってるからね。その休んでいいとかっていうのが欲しくないそれってさ、学校って毎日行かなきゃいけないとか、それがなんかそれって完璧主義な部分だと思っていて、そうだからみんなの一日の生活の中でもダメダメな日、ダメダメな日っつうかグダグダな日っつうかさ、やっていいんだって。そうてかそういう日があるからこそ頑張れる時は頑張れると思うんだよ。いいなんかしつこいんだけど、毎日100点である必要は本当にない。だから、うん、別になんだろうな、1点でも2点でもいいと思うんだよね。ただ0点だったって、思わないでほしいなっていうのもセットであるのよ。いや0点の日はないよ、みんな。うん、だって起きてもう呼吸してなんかちょっと食って、菓子パン食ってもいいけど、なんかポテチ食ってもいいけどね、じゃがりこでもいいわ。それだけでも普通に一日過ごしただけでも絶対1点はもらえるはずなんだよ。0点なんてないみたいな、そうって思うからさ、なんかそういう視点持っとこ。甘くっていうと言葉が悪いのかもしれないけど、いいんだよっていうのが少しダラダラ上で伝わったら嬉しいなと思ってね、今回このテーマで喋らせてもらいました。あの5月入ると、まあ、5月病なんて言葉もありますけれども、あのだいぶ自分を否定してしまいます、気づいたら。そう、それはねもうあの5月のせいよ。もう5月が悪い、あとはコロナが悪い、あいつらが悪いから、そうみんなのせいじゃねえから。そうだからその落ち込むのも悪くない、いいんだって。いいけど、そうやって落ち込んだね、落ち込む時があるから頑張れる時もあるんだって、いいかな、そういう風に思っていいよっていうのが今回ね伝わったら嬉しく思います。はい、ということでちょっと長くなっちゃった。このテーマ結構サクッと話そうと思ったんだけど、ごめんね、ペチャペチャ喋ってしまったんだけど、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。で、最初に話したように喋ってもらいたいテーマとか、あとはあと相談とかをね Google フォームでダラダラ上用に作ったので、詰まっちゃった作ったので概要欄の方からねぜひチェックしてもらえたらと思います。ということで本日のダラダラジオは以上でございます。明日からねまた1週間、ちょっとゴールデンウィーク明け最初のフル1週間かなのでね、あの気が病むこともあるかもしれませんが、お互い頑張りましょう。私もゆったりまったり甘くやっていきますので、みんなもねそんなに自分に厳しくならずに過ごしてもらえたら嬉しいです。ということでまた来週お会いしましょう。今週のダラダラジオは以上でございます。またね、バイバイ。